こんにちは。あなたはがん保険に入っていますか？がん保険は入っている人もいるでしょうけど、入ってない人もいます。私も保険に入ろうか入るまいか、かなり迷ったことがあります。がん保険をどうするか、これについて私の考えをお伝えしたいと思っています。まずがんについてです。がんとはある臓器で遺伝子変異により無制限に増殖するようになる細胞のうち、元の臓器以外でも増殖を続ける細胞のことです。なので、増殖が一つの臓器だけであれば、がん細胞ではありません。現在、がんになる人は日本人の2人に1人、そしてがんで死亡する人は3人に1人です。その結果、現在死亡率の1位ががんになります。それだけありふれた病気とも言えますよね。ですので、がん保険に入った方がいいのかもと考える人が多いんです。もしがんがめったにかからない病気であれば、がん保険には入ろうとは思わないですよね。がんは治る病気なのでしょうか？もし治らない病気であれば、がん保険じゃなくて生命保険でもいいはずですからね。がんの生存率はがんの部位によって異なってきます。国立がんセンターの調査によると、がんの部位別5年生存率はこちらになります。この表を見ると分かりますが、がんの種類やステージにより生存率は異なります。この表からわかることはこちらになります。どんながんでも早期発見すれば治る可能性が高くなる。がんになったからといって必ず死ぬわけではない。また、これらのすべてのがんの5年生存率は66.1%で、前年よりも0.3%上がっています。つまり、がんの治療法も年々進化していることが分かります。がんが治る病気であるなら、治療の費用のためにがん保険に入っておく価値はあります。がん保険をどうするか。これを決めるために知るべきだと思うことはこちらになります。がん治療にかかる費用、自分の資産、預貯金など、自分の価値観、ここでは自分で言ってますが、場合によっては家族の資産になるかもしれませんね。がんの治療ではお金がかかります。例えば、胃がんや大腸がんであれば65万円、肺がんなら70万円、白血病なら150万円ほど。しかし、保険に入っていれば3割負担になります。さらに、高額医療費制度を利用するともっと安くなって20万円以下になります。ただ、この金額は収入などにより異なりますけど。ですが、大雑把に言って50万円の預貯金があれば十分にがんの治療はできます。この他にかかる費用としては、交通費、食事代、また女性の場合などはウィッグなどの費用もかかる可能性があります。また、がんで仕事を辞める場合には、経済的に厳しくなる可能性があります。このようなことまで考えると、1年間働かなくてもいいぐらいのお金があると、資金的には安心できると思います。仮に、月々20万円ほどをかかるとすると、年間で240万円ですよね。すると、治療費と生活費合わせると、だいたい300万円ぐらい。まあ、これぐらいの貯金があれば、なんとかなるのではないかと思います。そして、最後に自分の価値観です。たとえ資金的に十分であっても、心配だっていう人もいると思います。このような場合には、持ってるお金に関係なく保険に入ることはありです。逆に、貯金は50万円しかないけど、治療費はなんとかなりそうだから、保険には入らないっていうのもありです。
なぜなら治療した後に働けばいいからです。今現在、がんになっても治療しながら働いている人がたくさんいます。がんになったら会社を辞めて入院しっぱなしってことはないんです。まあ手術をしたら入院しますが、入院期間はだいたい1週間から1ヶ月程度です。もちろんがんの種類とか手術後の経過によりますけどね。もし働かなければお金が困る可能性はあります。でもそういう場合は障害年金制度などを利用したり、また生活保護を利用することもできます。もし心配であれば、自分の現在の状況でがんになった場合の最悪の場合を想定して、どのようにすれば安心できるかを調べたり相談したりするといいでしょう。ちなみに私の場合ですが、がん保険は入っていません。その理由なんですけれども、がんになった場合でも治療費を十分に賄える資産があるからです。また働けなくなった場合ですけれども、それでも大丈夫だと思っています。まあ実際に大丈夫じゃないって可能性もあるんですけれども、今は大丈夫だって思っています。私自身、財産をそんなに持っているわけではないですけれども、持っている財産を処分すれば十分大丈夫だと考えています。逆にがん保険に入った方がいい人はどんな人でしょうか。それは保険に入ることで安心できる人です。もし保険に入ることで安心できるなら、自分の経済状況に限らず入ってもいいと思います。逆に保険に関係なく、がんになっても別に治療費などお金の面で心配していないのであれば入らなくてもいいでしょう。大事なのは自分の財産、価値観などをしっかり把握して自分で決めることです。あなたはがん保険に入りますか？それとも入りませんか？以上で今回の動画は終わりです。ご視聴ありがとうございました。